ちょっと待って、くださいふいなちゃん会すぎ。実はね、うちの親って私が声優の勉強するの反対してるの。特に父親が、生活費は自分で稼ぐ、親には頼らないって条件で入学を許してもらったから、連絡が行ったら間違いなく連れ戻される。だから仕送りはちょっとね。じゃあ桜荘に来たらどうだ？ ボロいけど家賃は格安。猫もみんな連れ戻して、またにぎやかになったし、青山が来ればあいつらも喜ぶんじゃないかな。桜荘、考えたこともなかったけど、ちょっと騒がしいけど慣れれば悪くないぞ。部屋はシーナの隣が空いてるし。空った。ん？どうして名前で呼んでくれないの？なんだよいきなり。<笑> 知らないとは聞いて、俺たちの関係を足の裏で。この子だろ。それは二人の時は呼んで。今は二人じゃないから。待て、落ち着け。見ろ、早速誤解だって。眠いのよ。夕べ空とが寝かせてくれなかったから。いや、だから誤解したって。空と下手なのに何でもするから。ちょっと黙ってろって。俺、朝までしたから体が痛いわ。 朝までゲーム、朝までゲームやってたんだよ。初めてのくせにこいつ無理強くって。起きろ、桜も起きてくれ。辛いと俺が死ぬ。桑田くん、なんだよ青山さん。ずっと気になってたんだけど、二人は付き合ってる。どうしてそうなる。だって名前で呼んでとか前に飼い主がどうとか言ってたし。あ、椎名さんがデートしてたのを見たか先輩だったし。その後ジンとラブホテルに行った。<笑> 最終的には空とと止まったけど。お前寝るか起きるかはっきりしろよ。うっちゃー！うちら高校生やで。そういう乱れたとと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 と
る代わりに俺と一つの約束をしよう。約束するわ。まだ何も言ってねえよ。いいか、もうすぐ青山が桜荘に引っ越してくる。つまりあいつに俺たちの生活ぶりを見られてしまう。朝起こすのは俺、服を用意するのも俺、洗濯や食事の用意も、パンツを洗うのも、パンツを畳むのも、パンツを選ぶのも俺。この事実を知ったら真面目な青山は何を思うだろうか。究極メロンパンを食べたい。それは椎名が今思ってることだろうが、いいか、このままでは俺たちは完全に変態だと思われてしまう。だからこれを機会に今後身の回りのことは自分でするって約束してほしいんだ。するわ。お前食べたいだけだろ。いっそのことお前ら付き合ってるってことにしちまえば。どういう理屈なんですか。恋人同士って設定ならお前がマシロちゃんのパンツ洗っててもおかしくない。青山さんだって納得するって。おお、さすがジンさん、頭いいって。そんなわけあるか。お、ノリツッコミとは珍しいな。ソラタの言いたいことは分かったわ。本当か。要するに、うん、私とソラタの秘密を守るために。意味深な言い方はしなくていいぞ。ナナミよ、ほう、ほふればいいのね。だから付き合ってることにしちゃえって。ほふるって武士かよ。ジンさんのはあくまでプラン B です。俺のアイデアをプラン A として進めます。ほふるのはプラン C ね。キャッカーねー。